アベクトゥメフメシノンネット京都チャンネル今宮神社。あれすごいなと思って、全部一人で撮ってはんのかもしれないけど、あの大久保のマクドナルドとヒーコペットとか、うん、ドン・キホーテあるとこあるやん、うん、あのちょっと北行った広場みたいなのジムに10台ぐらい置いてあるの。中華よ。あれ中中華じゃん。中値段ついてへんからあそこでよたまにバーベキューしてはんの、好きな人だけで集まってはんのやろ。あジムにだけ置いてある。部品の利用とかなんかいろいろ置いてある。ほんま、そうなの。どこの部屋ナンバープレートついてへんやつもあったのに。え、ここにこれドンキあるの端っこに。はあ。で、マクドがあるのね。ああ、マクドあって、ほんでドンキ行って、またドンキより上行って。上でこっち北、京都市の方に行くの。ならこっちやろ。マクドナルド行くやん。ああ。マクドナルドの反対側へ。うん。反対側に京都市内方もうちょっと行ったら野菜市場あるやん。うん、あの市場やろ。野菜市場の途中に、なんか個人所有のガレージみたいな大きいところがあって、そこにジムに置いちゃうのいっぱい。まあペットショップあったやん。ペットショップと市場の間にちょっとあんねん、大きく。うん、あのちょっとくぼんでるし、分かりにくいんや、そこ。段になってるから。トンネルみたいになってるやから。おぉ。あのちょっとくぼんでるとこ、見えにくいとこになんか置いて、あれ個人でやったんやろな。ほんで木の家みたいなのが作ったもん。あれ楽しいんちゃう、バーベキューしたらみんなで木の上になんかこう子供とかよく嬉しいんちゃう、あれ上に登ってなんか見とくわ、うん、あのあれやろ、自転車とかやないと分かりにくい、くぼんでるから、あの道からこうボーンってくぼんだとこに家建てるの。家じゃなくて、ジムに置き場とあと金の家みたいな、ここだいぶ下、あれ3メーターぐらい段差、2メーターぐらいかな、段差あるから見えへんと思う、道から。俺はチャリンコでビーって乗ってるし見えるけど、あのトンネル、あれ高価なってるやん。なあの効果っていうか、なっとるな。効果関係ないよ。ああ、効果のところはもうちょっと北川。ちょっと北行った。効果の北川、北の反対側に。効果の北川。地下道。効果がフェンスとかあるとこやで。うん。地下道みたいなのあるやん、まず。うん、2つあるけどな、一番横の地下道と、あそこの地下道はな、通ったら怖いねん、なんかマイクが鳴るよね、急に。一番のとこの地下道ってあらへんけどな。一番ガソリンスタンドしてる、もうマクドナルド、あらら、あそこガソリンスタンドがこう、うん、なってるなってる。あそこ怖いねん、マイク。あ、いいよ。あれめっドキーするで、夜なんか。あの、不法投棄。不法投棄だ。うぅーって、もう、ワッて押してる。あれの、まあ、ガソリンスタンドの言うたら、こう、上がってきたとこあるやん。ギューっと。ガソリンスタンド、向こう行ったとこ、こう、繋がってる。うんうん。まあ、あの辺のとこに、あんの。家あんの？家じゃなくて、広場みたいな。家建てたんの？家は建てない。木の上になんか小屋みたいな。あ、そう、小屋建てた？小屋っていうか、なんか遊び場みたいな。うん、見たことない。で、なんか5、6人でバーベキューみたいにしてはるときやんの。だし、ジムに好きな人ばっかり、うん、で、借りてはんのかもしれんな。あー、みんなで楽しそうやで、見てた。あー、それ通らへんかな。あんな車でやったら見えへん、見えへん。まあ、ガソリンだけ入れに行く目的で、よ。こう置いてガソリン入れて出てこうぐるっとこう帰ってたの。あのこう、それやったことあるけど、最近もあのガソリンスタンド行かへんかったから。あそこのガソリンスタンド頑張ってはって、
まあ大手いっぱいあるんです。あれ超えたらガソリンスタンドちょっといかんとないんで。あそこちょっと高いんちゃうか。そうやろな、今値段分からんけどガソリン高いわな。高いもん、ね、経由がびっくりするほど高いわな。ガソリンも変わらへん。なんで変わるわ。10円ぐらいしか変わらへん。なんで170円やな、今。はいな。ガソリンレギュラー。経由そんな高いのやろ。160円か150円ぐらいと思う。1リットルって、うん、そんなことないやろ。いや、廃屋がほんなら190円ぐらいになっちゃう。そういうことだよ。で、レギュラーが170円で、軽油が150円ぐらいやろ。そのままやと。で、灯油が100円ぐらい。そうやろ。ああ、そのままやと。びっくりするぐらいだから。なあ、ガソリンとだいぶ違いで。まあ、だいぶ違うけどな。そうね、これ。もちろん小麦色に焼けとるよ。うろく日焼けしとる。ほんまうまいね、これ。低温やけどすわ。ずっと見たら。するやろな、低温やけど。目だいぶマシだった。うん。気温はすごい、なんか晴れてたから。なんか重たい。せいぜいなんか重たいな、目が。グルテンなのかな。いや、グルテンいいよ。まあ、うどんやな。うどんなんやろ。まあ、他になんか入っとんじゃん、あれ。小麦粉以外なんか入ってんじゃん。小麦粉なんか、固める。海藻のなんか成分入っとるな。寒天じゃないけど、あ、なんか、なんかに反応してるんだね。前サバやん思うけど、もうサバ食わんようにして、うん、サバ体にいいらしいけどな。そう、ずっとサバばっかり食べることあったのか。コブが晴れてな、まあ、サバ食ったらコブコッコー晴れて、こう3日ほど治らへんか。で、その次まだ晴れた。今度こっち晴れたわ。体に合ってへんし、食べへんサバな。いや、それまでよく出てんだよ、サバ。焼きサバ寿司がすげえ高いけどな、ちょっとあれが好きやね、うまいね。サバ寿司好きやな。俺好きやね、めっちゃ好きやね、サバ寿司。うまいし、うまいな。それで測って、まあ、はっきり分からへんけど、おそらくはサバやもん。でも食わへんして。なんか当たると食わんの。俺の茶と一緒や。ああ、ほんで、うどんや。うどんわからんな、だったら。自分なんか普段の食いもんや。初めした。したらなんか、違和感な。してたら、倍ぐらいなんだよ、厚みが。で、かえたらなんかこう痺れて痛かったわ。でも感覚おかしいなぁ思って、しばらくしたらここが腫れてくる、うん、ここが、うん、で、舌はマシになってきてるよ。ここが今度腫れてる。うわぁ、なんかこうなんか変やなぁ思ったら、わかるんだよ、ちょっと腫れてるんだよ。ポッコー腫れてきてな、これちょっとマシになってきたなぁ思うと、これが上がってここが剥がれて、はじめこれもこの根元はなんか重たいな思うて、なんか見づらいし、なんか変やなぁ思うて、鏡見るとポッコーほぐれてる。ほんでそれが全体ほぐれてる、ポコーンと昨日で、朝起きてもポコーンとほぐれるしな、もう引いていかないので、なかなかいかない。今日3日、3日目って2日目か、だから3日ぐらいやっぱ上がんねんな。で、下はもう膨れて治ってんの。で、ここもあんま膨れてへんの、うん、ちょっと違和感あるけどな、ここは言われるのは分からへん。
それがこう上上がってる。腹立つわ。早よ上がって、ここ、てっぺんとか行ったらええのだいぶ抜けたえ抜けてきよって、上に。腹立つ、移動しようね、これ。腹立つわ。何が腹立つわ、これ。うどんでなったのがショックや。うどんって確定してるわけじゃないよ。うどんか、うどんの汁カツオのだしか、食ったまで、ね、それか、食べたんは、それか、あとお揚げで、お揚げの中に餅が入ってるやつか、あとネギ、ネギは大量に入れた、この刻みネギな、よったね。どれかや、一番考えのられるのうどんやろ。あんな、揚げで行くわ、ね、お揚げで行くかね、きつめの。どれも行きそうな感じがないな。だから、うん、ほんで、餅なんか、何そうかしら、米やしな、丸切り。ネギはあんま切れもないしな。